ジェームズ・ウェイドジェームズ・ウェイドは、イギリスのダーツプレイヤーである。左投げ。2004年より、プロフェッショナルダーツコーポレーションにおいて活躍している。2007年7月、ワールドマッチプレイにおいて、主要な PDC のタイトルを獲得した、最も若いプレイヤーとなり、その後、2007年のワールドグランプリ、2008年の、UK オープンと優勝し、 PDC オーダーオブメリットで2位という自己最高記録を更新した。2001年18歳の時、ウェードはブリティッシュクラシックの決勝戦まで残り、ジョン・ウォルトンに敗北したが、次の年にスイスオープンで優勝し、2003レイクサイドワールドチャンピオンシップスにおいてテレビデビューを果たした。2003年に行われた他の武道のオープンイベントでは、ノルウェーオープン決勝。 ベルジャンオープン準決勝、ダッチオープン準々決勝に、それぞれ進出している。2004レイクサイドワールドチャンピオンシップスにおいて、彼は、第1ラウンドで、ショーングレートバッチに3から0で勝利し、第2ラウンドで、ダリル・フィトンに負けた。あとの2004年、彼は、ジャーマンオープンや、アイル・オブマンオープン。 そして、武道プレイヤーとしての最後のトーナメントとなる5月のインターナショナルダーツリーグを含む一連の準々決勝に進出した。2004年5月、多くの武道トーナメントにおける決勝戦進出権があったにもかかわらず、ウェードはプロフェッショナルダーツプレイヤーズアソシエーションと PDC サーキットに参加するために2004年のワールドダーツトロフィと2005年のレイクサイドの 自動配置を犠牲にする決断を下した。彼は2005年に PDC ワールドダーツチャンピオンシップのデビューを飾り、第1ラウンドでマークホールデンに負けた。しかし2月に行われたアイリッシュマスターズで優勝し、その年の UK オープンのベスト16にまで到達した。彼はベテランのロニー・バクスターに勝利し、ラスベガスデザートクラシックの予選を通過し、 その上その年のワールドグランプリの予選も通過した。2006年、ワールドチャンピオンシップの予選を通過したが、またもや第1ラウンドで敗退した。この時は、最初の6レッグを取り、2セットリードしていたにもかかわらず、この試合の後、準決勝まで勝ち進んだウェイン・ジョーンズに2から3という、結果で終わった。ウェイドは、2007年の PDC ワールドダーツ、 チャンピオンシップにおいて、第1ラウンドで、ニュージーランドの予選通過者である、ウォーレン・フレンチ、第2ラウンドで、デイブ・ラドリーに勝利し、第3ラウンドで、テリー・ジェンキンスに負け、ベスト16まで残った。2006年7月に行われた、ワールドマッチプレーにおいて、その姿が、テレビ放映される中、彼は、大成功を収めた。4人のベテランかつ、 評判の高いダーツプレイヤーに勝利を収め、ウィンターガーデンズの出場以来初めてとなる決勝に到達した。彼は、第1ラウンドは、ご一歩で寒風試合達成となった10から1という、結果で、デニス・アバンズに勝利し、第2ラウンドでは、当時世界ナンバー7であり、PDC ワールドダーツチャンピオンシップの決勝に、進出したこともある。 ケビン・ペインターを13から9で打ち破り、そして準々決勝では、クリス・メイソンを16から4で打ち下した。準決勝では、1から5から、見事、オランダ人のローランド・ショルテンに、同点延長戦の末、19から17で、逆転勝利する。決勝では、フィル・テイラーとプレーし、8から5とリードしていたものの、11から18で、彼は敗北した。 その後、2007年、最初の主要なテレビ放映されるトーナメントでの、成功というタイトルを獲得するために、ブラックプールへ彼は戻り、それを行う中で、PDC のテレビ放映されたイベントで優勝した、それまで最も若いプレイヤーとなった。このタイトルと5万ポンドの小切手への道のりは、ウェイン・ジョーンズ、マービン・キング、エイドリアン・ルイス、そして準決勝で、 フィル・テイラーに勝利したテリー・ジェンキンスを彼が打ち破っていくというものだった。特に準決勝では100を超えるサンダーとアベレージを出していた元武道世界チャンピオンのレイモンド・ファン・バルネフェルと打ち破ったばかりのルイスが素早く点数を減らすウェードについていけない間にウェードは常に100以上の点数からチェックアウトした。この試合のサンダーとアベレージは ルイスが101.26、ウェードが101.90と、両者が100を超えるという、それまで、ウィンターガーデンズで行われた試合の中で、最も到達点の高い試合の一つとなった。ウェードは、翌年も10月に、ダブリンで行われた PDC の主要トーナメント、2007ワールドグランプリにおいて、準決勝でファンバルネフェルトを5から1で打ち破り、決勝では、 ジェンキンス相手にブラックプールでの成功を繰り返し、優勝した。前述した2007年における、ウェードの成功に、ザ 2007PDC プレイヤーオブザイヤーを2008年1月、例年の PDC アワーズディナーにおいて、彼は授与された。2008PDC ワールドチャンピオンシップでは、ウェードは準々決勝まで到達したが、このトーナメントの覇者となる、ジョンパートに、 接戦の5から4で負けてしまう。2008年1月、ウェードは、プレミアリーグにおいて、8から6と勝利し、テイラーに勝利を収めた初のプレイヤーとなる。しかし、2008年5月26日、ウェードが準決勝でファンバルネフェルトを破った後、テイラーに8から16で打ちまかされ、りを返された。2008年6月8日、ウェードは、 アメリカ人のゲイリー・モーソンを決勝戦において11から7で打ち破り2008ブルースクエア UK オープンで優勝しそれから1年内に3つの主要なトロフィーを獲得していくこととなる翌月彼はラスベガスデザートクラシックの決勝においてテイラーに7から13で敗北するそれから3年連続出場となるワールドマッチプレーの決勝で テイラーに9から18で敗北という結果となり、決勝において3年内に2回テイラーに負け、また、これがこの年の大テイラー戦で3度目の主要な、決勝での負けとなった。2009PDC ワールドダーツチャンピオンシップでは、前年よりも勝ち進み、準決勝まで進出し、レイモンド・ファン・バルネフェルトに4から6で敗退した。2009プレミアリーグダーツのトーナメントでは、 ウェンブリーアリーナにおいて13から8でマービン・キングを打ち破り優勝した。この時、キングは先に初開催から4回ともチャンピオンを譲らなかったフィル・テイラーを準決勝で敗退させている。2009年の UK オープンでは第3ラウンドにおいてピーター・マンリーに僅差の8から9で負け、彼の UK オープン防衛は失敗に終わった。 2009年のワールドマッチプレーは、ウィンターガーデンズにおいて、決勝進出し損なう初めての出来事となった。彼は、準々決勝において10から16で、ロニー・バクスターに負けたのである。2010ワールドチャンピオンシップの準々決勝では、同化戦に、火のついた、サイモン・ウィットロックに、3から5で負けた。彼の2009プレミアリーグ・バーツのタイトルを守ろうと、 ウェードは2010プレミアリーグダーツの決勝まで進出したが、そこにはピル・テイラーが待ち構えていた。テイラーは10から8で勝利しただけでなく、この対戦中にテレビ中継中の一つの対戦の中で2回のナイン、ダートフィニッシュを達成するという白チュームを現実にした。2 0 1 0 u k オープンでは、準々決勝に進出したが、以外にも、 トニーエアーズに10から9で敗れた。2010ワールドマッチプレイでは、準決勝まで進んだが、8から17で、レーモンド・ファン・バルネフェルトに敗退。2010ヨーロピアンチャンピオンシップでは、第1ラウンドで、コリン・ロイドに3から6で負けている。ダーツプレイヤーがニックネームを採用するのは、ある種の伝統となっているが、ウェードはこれまでの短いキャリアの中で、 様々なニックネームを採用してきた。彼の最初のニックネームであるザグラディエーターは2006年のナインダーとフィニッシュの異業の後009に変更された。これは2007年の PDC ワールドダーツチャンピオンシップまで使われることとなる。2007年11月グランドスラムオブダーツ中、彼はテレビのグラフィックス上でノーニックネーム、すなわち ニックネームなしと紹介された。2007年12月、彼に新しいニックネームを提供するファンを招待した。コンテストの後、彼は、スペクタキュラーとして知られるようになる。ダーツをプレイするとき、ウェードはスペクタクルズ、すなわち、メガネをかける数少ないプレイヤーの一人だからだ。2008年1月のプレミアリーグにデビューに備え、 彼はもう一つのニックネームザマシンを発表したが、混乱を避けるため、PDC のトーナメント中、専門家やコメンテーターの多くは、単にウェイドをウェイディと呼んでいる。彼は2006年の1年間内に3つのトーナメントでナインバートフィニッシュを達成した初のプレイヤーとなった。3月のノースウェスト UK、オープンリージョーナルファイナル、6月のヘーリング島における、 クドパプレイヤーズチャンピオンシップ、そして11月のボクソールメンズオープンにおいて、彼によるナインダーとフィニッシュのハットトリックは、達成された。ただし、これらの達成はどれもテレビ中継された試合中の、ことではない。ウェードは、ダブリンで行われた2007ワールドグランプリにおいて、ダブルスタートの史上初めてとなるナインダーとフィニッシュを、あと一本のところで失敗した。 準決勝の対ファンバルネフェルト戦において、彼は、D2-0 から始まり、T226 回、T17 と順に決め、無類の Q ダーターを達成するための最後のブル材ザイを、外した。2008年11月20日、ウェイドは彼にとって、初の生中継中における Q ダーターを、ITV で放送された2008グランドスラムオブ、ダーツにおける、第2ラウンド。 対ゲイリー・アンダーソン戦において2回の180を決めてから T20、T19、D12 と入れ見事達成した。しかしアンダーソンは10から8でこの試合に勝利し、それゆえウェードはテレビ中継されるイギリスのトーナメントで9ダートフィニッシュを達成しつつもその試合に負けた初のプレイヤーとなる。フルタイムのプロフェッショナルダーツプレイヤーになるため、 彼は2006ワールドマッチプレーの12日前にオールラーショットの整備工場を辞めた。ウェードはサッカー AM の司会者ヘレン・チェーン・バレンとデートしたが彼らは約1年後に別れた。伝えられるところによるとお互いの気持ちが離れ離れになってしまったという。 ウェードはこのことが彼に大打撃を与え、彼のダーツにも影響を及ぼしていると認めている。さらに、フィル・テイラーは、2回目のナインダートフィニッシュの直後の、レッグで T、T20、T19 を2回、T20 を4回入れた後、T17 を狙ったところで外すという、1試合中3回、かつ2レッグ連続という記録も、達成目前の状況となっていた。ありがとうございます。